ジエリチャンネル。こんにちは、発信型メイクアップアーティストのカジエリです。今日は新生活が始まるこの時期におすすめしたいプチプラコスメをご紹介していきたいと思います。私も毎日メイクに欠かせないアイテムがたくさんありますので、そちらをご紹介できればと思っております。基本1500円以下のもので、薬局、ロフト、プラザなどで購入できるものを紹介します。ぜひ最後までご覧ください。で、動画が長くなる可能性もあるので、ぜひタイムコードもご活用ください。それでは動画スタート。ではまずキャンメイクから。キャンメイクのシルキースフレアイズマットタイプです。こちらはマホガニーモカで、ぬくもりを感じる赤みブラウンとなっています。左上の粉質だけパールとラメが配合されています。その他の質感は基本マットで、透け感のある仕上がりです。ふわっと発色して、透け感がありつつも結構高発色な印象もあります。で、色味がすごく使いやすくて、肌なじみのいいベージュ、若干テラコッタっぽい感じの赤みが強めのブラウンですね。そして赤みのあるダークブラウン、透け感のあるパールラメという感じです。このパールはピンクパールとシルバーパールがちょっと入ってて、ゴールドパールも配合されているような印象です。私はこれを使った時に温かみがあって、すごく多幸感が演出できるなって思いました。透け感があって、なおかつ柔らかい発色なので、優しい印象に持っていきたい時とか、どんなシーンでも使いたいっていう方にすごく便利なアイテムです。他にもカラバリはあるんですけど、私はこの5番が一番使いやすいかなと思いました。いろんなシーンで使えるし、洋服も問わないので、結構いろんな場面で使える気がしてます。で、続いても同じくキャンメイク、新しく発売したこちら、キャンメイクのシティライトアイズ04番。こちらはまるで夜景みたいにキラキラと輝く高輝度パール配合のシングルアイシャドウで、限定のアイテムになります。すっごくキラキラで、いろんな色の高輝度パールが配合されてて、すっごく綺麗です。で、しかも高密着で、全4色展開なんですが、私は04番のシャモアピンクっていう色が一番使いやすいかなと思ってます。この色味はコーラルピンクで、他のアイシャドウとかの邪魔にならないというか、自然に溶け込んでくれる感じが好きです。軽やかでピタッと密着してくれるし、なんか時間が経っても安っぽい輝きにならないっていうところが好きですね。まあ、こういったタイプでプチプラのアイテムって、結構時間が経つと安っぽい光り方になったりするんですけど、こちらのアイテムはそれがあんまり感じられなかったです。で、ラメ飛びとかも上まぶたに使う分なら全然気にならなかったですね。ただ下まぶたに使うとなると、ちょっとラメ飛びは気になったので、その辺注意が必要です。これが638円で手に入るっていうのは結構すごいなって思います。限定のアイテムなので、見つけたらぜひチェックしてみてください。そして同じくキャンメイクからこちら、クイックラッシュカーラーのブラウンです。こちらはもう使いすぎて何本目って感じなんですが、もう文字が全く消えてしまってるぐらい使いまくってますね。こんなに文字なくなることあるっていうぐらいですが、このアイテムは結構いろんなマスカラを使ってきましたが、一番カールキープ力があると感じてます。ブラシはこのようにコームタイプになっていて、溶かすたびに綺麗にセパレートします。しっかりまつげについて、ブラウンなのに目がちゃんとはっきりするというか、長時間まつげがずっと上がってくれるし、パッチリした目元が好きな方は特におすすめです。ダマにならないセパレートっていうところももちろん好きですが、やっぱり一番すごいなと思うのはカールキープ力。そこが他のアイテムよりやっぱり群を抜いてずっとキープしてくれるっていうところが、とてもおすすめなポイントです。結局やっぱりこのアイテムに回り回って戻ってくるっていうぐらい好きなアイテムなので、こちらはね、殿堂入りコスメになっております。抜け感は欲しい、でもパッチリした印象、目力は欲しい、カールキープ力も欲しいという方におすすめです。まつげがパッと長時間上を向いてるだけで、すごく好印象なイメージになりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、そして次こちら、ピメルのパーフェクトロング&カールマスカラ N 嘘つきマスカラですね。アリちゃんが監修しているこちらのマスカラなんですが、ブラック、ブラウン、クリアの3種類のファイバー配合で、めちゃくちゃナチュラルにまつげが伸びてくれます。なんかマスカラつけてますっていうよりは、地まつげを伸ばしてますみたいなナチュラル感です。カールキープ力も程よくあって、今は限定でブラウンも発売されてるみたいなので、こちらもぜひチェックしてみてください。ナチュラルメイク好きの人や、メイク初心者の方、あと時短でもささっととりあえずまつげをパッとしっかり上げたいっていう方におすすめです。
そして続いてはこちら、シピシピのポイントコンシーラーライトベージュです。こちらは涙袋専用のコンシーラーになってまして、大人気のアイテムではあるんですが、改めて紹介するとぷっくり立体感が出るような肌よりも若干明るいベージュで、スルスルーと滑らかに描けます。涙袋の小じわにたまることもなく、すごく自然に涙袋をぷっくりしてくれます。なんか涙袋のコンシーラーって聞くと大人が使うとちょっと無理してる感があるというか、なんか明るすぎるのもちょっと嫌だなって思う方もいるかもしれないんですが、本当にその心配がなくって、むしろ大人こそ使ってほしいって思うアイテムかもしれないです。下まぶたの目頭がくすんでることによって老けて見えがちなんですが、ここを明るくすることによってパッと明るい印象になって、健康的かつ好印象に見えるんです。塗ってから小指でちょちょってぼかすだけで自然な立体感が出ますし、簡単に目元を明るく見せることができるので、私も毎日メイクでこのアイテムが欠かせなくなりました。でさらにこの上からアイシャドウのハイライトカラーとかを重ねることによって、より明るさが続くし若々しい印象になるので、こちらもすごくおすすめなアイテムです。そして続いてこちら、ブレンドベリーのスパークルクリエイター003番。こちらは粘膜拡張ライナーとして使ってます。こちらはもともとジェルライナーと反対側にパウダーのアイカラーがついてるアイテムになります。でも正直こっちのパウダーは使わないです。このジェルライナーの方だけ使っております。こちらのアイテムはですね、結構芯が硬くてスルスルと一応かけるのはかけるんですけど、色づき方は結構薄づきです。なので下まぶたの粘膜拡張のためだけにこちらを使ってます。正直あまり上まぶたの普通のあの目尻のアイラインみたいな感じではちょっと使いにくい部分はあるんですが、粘膜拡張として使うならめちゃめちゃベストという色味硬さなんですね。粘膜を拡張するときは結構他のブランドさんでもこうニュアンスピンクだったりとかピンクブラウンっていう色味はたくさん出てると思うんですが、ブラウン味があることによってちょっと粘膜よりも茶色いというか粘膜色にはそこまで近くないんですね。でもこのブレンドベリーは程よくモーブピンクなんですよ。なので本当に下まぶたの粘膜を偽造できる色味なんです。めちゃめちゃ自然で全然粘膜を拡張したように見えないっていうところがおすすめポイントです。やっぱり粘膜を広げるとなると多少なりとも不自然になったりとか、そういった懸念があると思うんですが、薄付きなモーブピンクだからこそ実現できる偽粘膜な気がしてます。で粘膜を拡張することによって目と口の距離を縮めて中眼面短縮になりますし、目頭の方に入れることによって離れ目改善っていうこともできるので、すごく便利なアイテムです。目の位置をちょっと下にしたい、内側に寄せたい、垂れ目にしたい、いろいろ形を変えることができるので、そういうことがしたい方はぜひチェックしてみてください。これは私も最近マストアイテムになりました。はい、そしてセザンヌのこちらフェイスグローカラー1番アプリコットグローです。こちらはもうずっと紹介してるのでまたかって思うかもしれないんですが、やっぱりこちらのアイテムで600円台はおかしいそれぐらい素晴らしいアイテムです。こちらも私も毎日欠かさずつけているんですが、今回も使用していて、このプニプニとした質感、触った瞬間は結構ネトッとしてるのでベタつくのかなって思いきや、肌につけるとサラッと密着するっていうところが素晴らしいポイントです。でサラッと密着するのに仕上がりがめちゃくちゃみずみずしい、もうこれどういう仕組みって思うぐらいの素晴らしいアイテムです。これからの季節特にテカリやすくなってきたりとか、みずみずしいツヤ感は欲しいんですけど、クリームタイプのものをつけるとテカって見えるとか、なんかこう顔がベタつくのが嫌っていう方いると思うんですが、こう相反することが実現できてるっていうところがすごいです。でハイライトはもちろんなんですが、今回チークも使用していて、このチークもすごくみずみずしくって、顔を左右に振るだけでツヤツヤっと張り感のある仕上がりになってくれます。全体的に顔はサラサラしてるのに顔はツヤツヤっていう、それでいて660円というなんということでしょうっていう感じなので、ぜひこちらは一つ持っててほしいなと思います。セザンヌには他にもパウダータイプパールグローハイライトっていうのがあるんですが、私はそれだとちょっとギラッとしすぎてしまって、なんかハイライトつけてますっていう感じになってしまうんですが、このフェイスグローカラーに関してはなんかハイライトつけてますって感じのこう白っぽい立体感みたいなのが出ないので、ちゃんとツヤだけプラスされて
立体感が出てくれるっていうアイテムなので、こうギラギラ感が好きじゃないっていう方にもすごくおすすめです。もちろんキラッとするのはパールグローハイライトなので、キラキラと華やかに見せたいっていう方はそちらのパールグローハイライトでもいいんですが、自然なツヤ感、好印象に見せたいっていう方はこちらのセザンヌのフェイスグローカラーがおすすめです。はい、そしてケイト、こちらもう大バズり商品のリップモンスターでございます。こちらはもうね、人気すぎて皆さんご存知だとは思うんですが、やっぱりプチプラのアイテムの中で色持ちがよくってちゃんとツヤ、張り感も出てくれるっていうアイテムだと、やはりこのケイトのリップモンスターが優秀だなと思っております。私のおすすめはこちらの4番、赤み寄りのオレンジっていう感じで、結構どんなアイテム、どんな洋服にも合わせやすい色かなって私は思ってます。口元がはっきりする色ではあるんですが、意外と落ち着いた色味なので顔がキュッと引き締まってくれる印象がありますね。とにかく落ちにくくて色持ちがいい、そしてちゃんと潤ってくれるっていうところがいいポイントです。今限定色とかいろいろ出てると思うんですが、私の家の周りの薬局にはまだ置いてなかったりとか、もう売り切れてたりとかして全然手に入らないんですが、最近その限定色以外の既存色に関しては在庫が揃ってきてるので、最近はちょっと紹介しやすいなと思っております。やっぱ未だにこれを超えるアイテムは私の中で見つけれてないので、気になってる方はぜひチェックしてみてください。やっぱり唇に潤いがあった方が好印象に見えますし、ご飯食べた後もちゃんと色が残ってくれてる方が個人的には嬉しいので、こちらとても好きです。はい、そして眉毛のアイテム、同じくケイトのこちら、ケイトのアイブロウペンシル BR4 番です。こちらは繰り出し式のタイプで、芯は細くてやや固めですけど、肌あたりは結構柔らかいです。なのでふわふわっとした眉毛が描きやすいですね。で、色づき方が限りなく薄づきで、薄づきだからこそ輪郭を修正しやすかったり、眉毛がふわっと描けるので、そういったところがすごく気に入って使ってます。芯が細い分、柔らかく細く薄く一本一本描くことができるので、ほとんど失敗することがないです。眉頭も薄づきだからこそ描き足すことができて、自然にぼかすこともできます。なのでこれ1本で使うというよりは、どちらかというと修正用に1本持っておくとすごく便利っていう感じですね。たまには形をちょっと変えたい、でも冒険するのはちょっと怖いっていう方、自分の眉毛にちょっとだけ描き足したいなって思う時にすごく便利なので、ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてまたまたアイブロウペンシル、ビシェリシェのアイブロウペンシル S BR305 ダークブラウンです。こちらは先ほどのケイトのアイブロウペンシルとは逆で、結構しっかりと色づきます。芯もこんな感じで細くて描きやすいです。芯は固めでダークブラウンなので、結構しっかりめに発色してくれます。一本一本結構濃くついてくれるので、しっかりした眉を描きたい時におすすめ。ちゃんと地肌につけてもしっかり発色するっていうところがこのアイブロウペンシルのいいところだなと思っていて、反対側にスクリューブラシがついてくれてるところもポイントが高いです。一本一本をしっかりはっきり描きたい、自眉毛が少なくって眉毛がないところにもしっかり描きたいっていう方におすすめなアイテムですね。私が持ってるのはダークブラウンなんですけど、ダークブラウンを持ってると眉毛がない人でもないところに刺さって描くと自眉毛と自然に馴染んでくれるので、暗い色のアイブロウペンシルは一つ持ってるといいです。そしてこちらも眉毛のアイテム、シアーズのスキニーカラーブロー2番ピンクシナモンというカラーです。しっかり発色するニュアンスカラー眉マスカラになっていて、私はこの2番のコーラルすぎない絶妙ピンクがとっても好きです。眉毛に抜け感が出てふわふわっと眉毛に色づいてくれるところが好きで、ちゃんと立体感も出てくれます。このブラシがちゃんと眉毛に密着して全体的に高発色なんですけど、ちゃんと抜け感が出るっていう、色味も絶妙で、この極細スキニーブラシが一本一本綺麗に眉毛に乗ってくれて、液が肌につきにくいっていうところもポイントが高いです。スタイリングポリマーも配合されているので、眉頭を立ち上げたりとか眉毛の生え癖を整えて毛流れもキープしてくれます。でさらにフィルムタイプなのでお湯オフもできます。まあ、塗り心地の良さももちろんなんですが、やっぱり色味ってすごく大事だなって思いますね。ピンク寄りすぎるとすごく甘くなってしまうんですが、ちょっとオレンジ味も入ってくれてることによって健康的な印象になったりとか、髪色に合わせやすかったり、アイシャドウの色に合わせやすかったりするので、ピンク系のアイシャドウやオレンジ系のアイシャドウ、どちらにも合うような色味なので、とっても使いやすいです。
肌色問わずメイク問わずすごく使える色だなって思いますし、ニュアンスカラーなのでちゃんと抜け感も出てくれるっていうところがとってもお気に入りなアイテムです。やっぱり好印象に見せたいっていう時は眉毛の印象とっても大事なので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、ということで好印象メイクに欠かせないプチプラコスメをたくさんご紹介させていただきました。まあ、好印象メイクに関わらず私のメイクの中では欠かせないアイテムになっているものばかりなんですが、薬局やプラザ、ロフトなどで購入できるアイテムばかりなので少しでも参考になれば嬉しいです。ちなみに今日のメイクは今日紹介したアイテムで仕上げました。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。